トラブルが相次いだマイナンバー情報についての総点検をめぐり、デジタル庁はきょう、332の自治体で個別データの点検を実施すると発表しました。全自治体の2割弱にあたります。対象となる自治体には、児童手当や所得税、住民税などの情報がマイナンバーと正しく紐づいているかの確認を求めていきます。デジタル庁は今後、月に一度、 点検作業の進捗状況を公表し11月末までの点検完了を目指します。